はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ブートロです。今日もありがとうの動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、ちょっと先ほど単発のステップアップガチャの動画を上げさせてもらったんですけど、そちらに続きましてですね、こちらの10連ガチャのステップアップガチャを、ついに引いていこうかなと思います。こっちですね。はい、でですね、ちょっとこちら引く前にですね、ちょっと皆さんにも今自分のね、キャラ持ってる一覧をちょっと見ていただきまして、今こんな感じなんですよ。まあ、ちょっと今日はピックアップはもう星5だけで見ていくんですけど、持ってないのが、まあ、今回の新キャラ2体と、スザクとリンクとカラスのね、金髪バージョンと V が持っておりません。で、まあ、今回狙っていきたいのは、やっぱり被りキャラですよね、まずは。ユースケが D ランクでしょ。で、限界が E。で、まあ、トーヤと、獅子若丸とかも、こう見てもらったら E とか D ランクなんですよ。で、まあ、トグラーにも E ランクですね。で、まあ、こちらのトグラー弟もね、D ランクなんですけど、まあね、まあ、どのキャラ来てもほんと正直いいんですけど、とりあえず星5がね、もういっぱい来てくれればそれでいいんですけど、まあ、なるべくこういうね、ちょっと育ってる、被りキャラが欲しいのと、まあ、あとはやっぱ新キャラですね。まあ、桑原さんも欲しいですし、まあ、特にでも、どっちかっていうとやっぱ限界が欲しいですかね。こちらの必殺技がかなり優秀なので、暗黒武術界でもかなりね、勝率上がりそうなので、まあ、そんな感じです。で、サポートキャラはですね、もう全然星5は今2体しかいません。恵子ちゃんとユキナ。なのでね、まあ、サポートキャラもちょっと今回、なんかどれか1体星5来てくれたら嬉しいかなと、思っております。ということでね、ちょっとまあツイッターでいろんな人のガチャ結果報告見てたんですけど、まあ結構神引きしている人から、まあ、ちょっと爆死してる方、まあこのステップ5がね、星5確定1体だけあるので、まあ1体は必ずね、ステップ5まで吹くと確定できてるんですけど、まあ他のステップ4行くまでにね、1体も星5出なかったっていう人もいるので、まあちょっとね、緊張しますが、もう早速引いていきたいと思います。ということでね、ステップ1は霊石100で10回ガチャ引けるので、じゃあ早速引いていきましょう。あー、怖いなー。あ、やべ。神引きじゃないですか、これ。ありがとうございます。ということで、レインボー早速拝めました。めちゃくちゃ安心するね、これ。ありがとうございます。いやー、もう1体確定ですね。あ、めちゃくちゃ嬉しいです。トグロまでは来ないか。ユウスケがね、来てくれると思います。ありがとうございます。誰やろう。カブリか、サポートキャラか、新キャラがいいな。誰やろう。もうほんまにこのね、影で皆さんわかるけど、本当にわかんない。これ誰？誰だ？ランドさん。はい、ありがとうございます。まさかのランド。あ、でもさやか来ましたね、サポートね。はい、ということで、まあでも全然、星5来てくれたんでね。これで多分 E ランクにできるのかな。はい、まあ、OK です。ありがとうございます。ということで、いやー、どんどん使っていきましょう。じゃあもうね、あまり喋っててね、ぐだぐだなってもあれなんで、じゃあ150個で、ステップ2目。あー、怖いなー、もう来た。あ、待って、ちょっと神引きすぎる。なんかすいませんって感じになっていた、逆に。ちょっとここまでレインボー拝めると思ってなかったです。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃ安心しますね。ありがとうございます。ということで、ちょっとまあ、内容がね、内容が肝心なので、お願い、かぶりか、サポートキャラか、限界。あ、トグロまでは来んかったか。2枚抜きとかで、ね、動画でちょっとね、見たことないんで、2枚抜きとかでもいいんですけどね。2、3、4。星4、4体。はぁ、この影は分かっちゃった。獅子若さんじゃないですか、これ。かぶり。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。いやー、星4はあれですね、コエンマのサポート来てないんですよ、まだ星4唯一ね。ちょっとその辺も来てくれたら嬉しいんですけどね。いやー、これはありがたい。かなり強くなりましたね。あ、待って。あれか。獅子若さん今多分 D ランクだったかもしれないです。なので、まだ C ランクにはできないですね。もう一回当てないとダメですね。っていうことで、なんかちょっとね、虹出すぎて、ちょっと本当にありがたいんですけど、ああ、よかった。本当にね、もう満足かもしれない。じゃあ3、いきます。200個でね。あ、一気にね、ちょっと森に返されましたけど。いや、もう多分ここは出ないと思います。多分。さすがに。これは、
神引きすぎましたんで。はい、ですよね。はい、ということで、サポート、サポート来た。あやめさん、これはありがたい。はぎりさんの妹も来たね。しかも、被ってる。これでも全然ありです。牧原さんもいるしね。OK です。ということでですね、もう早いものでステップ4ですよ。で、ここはね、星4以上が5体確定するということなので、かなりここも激アツとなっております。ということでね、お願いします。めっちゃ森に返されてる。やばいですね。OK、レーガン。星5一体来てほしいな、でも。はい。はい。ダメか。まあ、でも、めちゃくちゃ星5もらえるんでね。ここでコエンマは来てないね。コエンマ来ないね。チュー。かなり6体来てくれましたね。天沼さん、ありがとうございます。はい、ということで、もう早いもので、こちらラストですよ、皆さん。ということで、まあ、ここはね、もう星キャラ、星5キャラ、1体確定してるんで、安心して引いていきましょう。2枚抜きしたいな。でもちょっとね、もう完全に森に返されたんで、多分1体だけっぽいな。これで2枚抜きできたらかなり神ですよね。無理かな。まだ分からへんか。そっか、星5確定ですもんね。1、2、2人しかいない。2枚抜きや。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。やった。これ鈴木さんじゃないですか。よし、これでちょっと壁役が成長した。これ誰ですかね。まさか。うわー、やった。ありがとうございます。限界ばあさん来てくれた。ありがとうございます。これはめちゃくちゃ嬉しい。今回はもうほんと引いてよかったですね。ほんとマジフェス感謝です。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。来てくれた。G ランクやけど全然ありがたいですね。もうこれ完全にパーティー入り決定じゃないですか。まあ、ちょっとね、キャラリンクはね、まだちょっとメダルがないのでできないですけど、かなり育てたいと思います。っていうことで、まあ、結果は、これってあれですかね、入手順にできんのかな。これですね。星5と星4にしときますか。こうか。これだね。まあ、こんな感じで、入手順やけど、なんかあれですね。そっか。これ、かけらじゃないからわかんないですもんね。とりあえず今回ですね、まあ、そのステップ5まで引きましたけど、限界ばあさんの若い頃と、鈴木と、獅子若丸と、ランドですね。こちらの4体引くことができました。ちょっとね、サポートキャラが全然、ちょっとね、1体も来なかったのはちょっと悲しいんですけど、星5。ほんとサポートキャラに恵まれてないんですよね。なんかいつかサポートキャラのピックアップガチャ来たらちょっと引いてしまいそうです。ということでですね、まあ以上、こういう結果になりました。皆さん、結果はいかがでしたでしょうか？もしよかったらね、またコメント欄とかで、こんなの当たったよとか、ちょっと爆死しましたとかね、もう何でもいいので、よかったらコメントくれると嬉しいです。で、まあちょっと最後にね、また追加でお知らせしておきますと、このマジフェスですね、まだ始まったばかりでして、明日、まあ、日付変わってですね、11月1日の12時から、ログインボーナスも増えるのと、こちらね、最終日って書いてるんですけど、これ25日か最終日かちょっとよくわからないんですが、まあ、星5確定ガチャもね、もらえますし、こちらのね、30回、1日1回無料ガチャも明日から始まります。でね、こちらセールの、アイテム交換も始まります。で、決勝のね、洞窟も、こちらね、全開放ということで、かなりね、お得な、情報かなり来てますので、伝書も来るのかな？伝書は、まだか。まだですね、ちょっと先ですね。で、まあ、パックとかもね、発売されてるので、皆さん、このね、マジフェス一緒に楽しみましょうということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では、またねー。